ヒューリック株式会社は東京都心にある不動産の保有人貸業、投資開発事業を柱とする不動産会社である。旧富士銀行の店舗、社宅等の不動産を多く保有しており、水保フィナンシャルグループとの関係が強い。1957年3月に富士銀行が所有する不動産を母体に日本橋工業株式会社として設立。二千七年一月に 称号を日本橋工業株式会社からヒューリック株式会社に変更。ヒューマンライフクリエイトの頭文字から名付けられた。現在は不要会にも参加している。2008年11月に東京証券取引所市場第一部に株式を上場。2010年7月に不動産賃貸会社である千秋商事株式会社と 不要総合開発株式会社を合併し、同時に保険事業について会社分割を行い、ヒューリック保険サービス株式会社に承継させた。二千十一年十二月二十日に、省営株式会社と経営統合することで、基本合意。二千十二年七月一日に、省営株式会社がヒューリック株式会社を合併する逆さ合併の形式を取ったが、同時続で、 省営株式会社からヒューリック株式会社に称号を変更した。実質的にヒューリックによる省営の吸収合併である。2012年10月より現在の日本橋おでん町の新社屋に本社を移転している。都心の一等地に立地する中規模のオフィスビルの建て替えによる賃貸面積の増加で成長を遂げてきた。水保フィナンシャルグループを主要テナントとしている。 立地の良さから全物件の平均空出率は1%以下となっている。社会貢献活動として将棋に注力しており、2018年4月より産経新聞社主催の棋戦、棋聖戦に特別協賛しているほか、2019年より女流タイトル戦の清霊戦を主催。清霊戦の優勝賞金は700万円で、女流タイトル戦としては序列1位であった。 2020年、女流で8つ目となる新タイトル戦、ヒューリック杯、白、冷戦を創設。優勝賞金は、女流棋戦史上最高額の1500万円。精霊戦は、主催者がヒューリックから、大成建設に変更となった。仙台ファーストタワー事務所旨、内は主要なテナントその他、東京23区を中心とした、駅資金の高立地に、オフィス。 商業施設、ホテル、賃貸マンション、高齢者住宅等を数多く保有する。ありがとうございます。